胸を息を吸って大きく広げて手を下にしっかり下げる、これを意識してください。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。今日はダンベルでできる胸のトレーニングの代表的な種目、ダンベルフライをご紹介したいと思います。ダンベルフライはダンベルを持って胸を大きく広げて戻すトレーニングになります。この種目のいいところは大胸筋がしっかりと大きく伸びる、これがこのトレーニングの重要なポイントで、大胸筋の代表的なストレッチ種目ということができます。で、このストレッチ種目の最大限良さを生かすためにしっかり伸ばしきることが大事なので、肩周りの柔軟性を上げておかないと伸びきらない、あるいは肩を怪我してしまってトレーニングができなくなることになりますので、しっかりと最初に柔軟性を出すトレーニングをしてから行うのをお勧めします。後ほどやり方は説明したいと思います。トレーニングにはストレッチ種目、大きく筋肉を伸ばす種目、ミッドレンジ種目、大きな力を出す種目、コントラクト種目、しっかりと筋肉が短く縮まる種目、この3つがあって、ダンベルフライというのは大きく伸ばすストレッチ種目、胸のストレッチ種目の代表格になります。で、このトレーニングの良さはダンベルプレスとかベンチプレスのプレス系のトレーニングよりもより深く大胸筋が伸びるというところになります。例えばベンチプレスをやるときにはこのバーベルが胸に当たって可動域が終了します。なのでそれ以上大胸筋が伸びることはありません。ダンベルプレスも割と重い重量を持つので、ダンベルフライほどのストレッチは得られません。ダンベルフライの場合は大きく手を広げていくことができるため、大胸筋がベンチプレスやダンベルプレスよりも深く伸びていくことになりますので、そこが一番おいしい可動域ということになります。上でちょこちょこやっててもダンベルフライの良さというのは味わうことができません。で、ダンベルベンチプレスのやり方として胸の角度と呼吸というのがポイントになります。胸の角度というのは大きなブリッジをすればするほど大胸筋の下部に刺激が入ります。ブリッジを戻せば中部に刺激が入っています。呼吸というのは息を大きく吸うことで胸郭が大きく拡張します。この拡張した状態で胸を大きく開く、手を大きく下に下ろすと大胸筋がより強くストレッチします。大胸筋はこの胸郭についてますので、息を吸って胸郭を広げるだけでストレッチ効果が高まるという理屈です。なので胸の角度とそれから呼吸、この2つをしっかり抑えてストレッチの感覚を高めていく、それから狙いたいパーツを自分でしっかり狙っていくことが大事になります。ダンベルを持つ前の説明として、手をどこに置いてどこまで下ろせばいいのかっていうのを説明します。手は一番戻したところでもこの腕の付け根から鉛直線上に手が位置するようにしてください。これがここまで入ってしまうと力が抜けてしまいます。一番戻したところでもここまで、力を抜きたくない場合には少し開いた状態まで戻すということを意識してください。広げていくとき、今脇の角度が90度ぐらいになってます。この角度で持っていくと肩の前側を痛めますので、少し肘を下げます。皆さんもやってみてください。肘を90度、脇を90度にして胸を開くと、ここの前が突っ張ることを感じると思います。これで肩の前を壊してしまいます。少し肘を下げて行うと肩の前の突っ張りがなく大胸筋がしっかり伸びるという状況を作り出すことができます。で、よくあるエラーの一つが、肘を下げようとするあまり腕がこう外に開く、ひねられてしまう、肩関節の外旋という動きが行われてしまってこうなることです。これは大胸筋のストレッチをかける一つの方法なんですけども、肩の前や肘の内側を痛めやすいトレーニングのエラーになりますので、このひねりの動きが強くなりすぎてないか、肘が高く上がりすぎてないかをチェックしてください。自分では角度がわからないという人は、肩の前側の強烈な違和感、痛みがあるという時は NG の場合が多いです。肘を高く上げた場合には肩の前側、腕をひねる場合には肩の前側と肘の前側に少し嫌な感じ、違和感を感じると思いますので、その感覚を素直に受け取ってフォームの調整をしてください。一番わかりやすいのは胸のストレッチをする。肘を上げていきます。上げていくと
突っ張るのが分かっています。下げていくと突っ張らないところが分かっています。それが問題なく痛みなくできる可動域というふうに理解します。私の場合はこう下げていくとここら辺であんまり痛みがなくなっていますね。なのでこういうふうな動きになります。でもう一つポイントは、胸は広げて最後閉じるときに丸まらない。広げて閉じるときに丸まらない。胸は張ったまま腕だけを下ろしてあげるというのを意識してやるといいです。では実際に実技に入っていきましょう。ダンベルを持ってベンチ台に座ったらこのまま後ろに倒れていきます。その時に膝にダンベルを乗せておいてダンベルと一体になってこうやっていきます。で両足をつく、お尻、両肩、頭、すべてしっかりついていることを確認してください。胸をしっかりと張ります。このように胸がフラットにならないように、手が上に突き上がらないようにして胸をしっかりと縦にも横にも張っておきます。この状態から今腕の付け根の真上に肩骨が来ているのが分かると思います。この状態から胸を大きく開けていきます。戻していきます。息を吸いながら広げていきます。大きく息を吸いながら下ろしていきます。下ろしたところダンベルをしっかりボトムまで下げる、このストレッチが大事になりますので、なるべく広く広げられるように大胸筋に意識を集中してください。よく伸びたというところまで来たらそのまま4分の1の円を描くようにダンベルを戻します。息を吸いながら下ろして4分の1の円を描きながら戻す、下ろして戻す。この時に手が内側に入らないようにしてください。よくダンベルをここでカチャンってつける人がいますけども、この状態になると大胸筋から力が抜けてしまってトレーニングの効果が落ちます。手は腕の付け根の真上か少し広げた状態で大胸筋から力が抜けない状態を作ります。しっかり広げて胸を張ったまま動作をする。息を大きく吸うことを忘れない。吐く、吐くという形になります。終了するときは肘を曲げて体に抱えて起き上がるか、このままダンベルと一体になって戻ります。では NG の説明です。ダンベルを真横に下ろしていく。脇が空きすぎると肩の前側の違和感や痛みも感じます。この時に少し肘を下げていく。そうすると肩の前側の痛みを感じずに大胸筋に大きなストレッチをかけることができます。NG は脇が空きすぎ、ダンベルを下ろす位置が上すぎる、少し高いと肩の痛みが出てきます。こう少しダンベルを下げていきます。脇を閉じると肩の前側の痛みが減る。腕をひねってしまう感じです。肘を下げようとするあまりダンベルがこっち側に流れてしまいます。こうすると肘の前側と肩の前側にまたストレスがかかってきます。肘を下げようとするあまりダンベルが上に流れてしまう。この角度を保ってください。腕のひねりは起こさない。胸の角度の説明をします。大きなブレッジをすると胸が地面よりも少し斜めになります。一方お尻をつける、あるいは両足を乗せると地面と胸が平行になります。この状態で行うと
大胸筋のチューブにより入っています。一方足をつけて大きなブリッジをする。こうすると地面に対して体が斜めになりますので、大胸筋の下部と外側に大きなストレスがかかっています。大胸筋の下部や外側を鍛えたいときは少し大きくブリッジをして行う、あるいは足を乗せて少し体を立てて行う。大胸筋の下部や外側に負荷をかけることができます。このダンベルフライのまとめです。ダンベルフライはしっかりと大胸筋に大きなストレッチ刺激を与える。そのために胸を息を吸って大きく広げて手を下にしっかり下げる、これを意識してください。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。待っていいですか。横からもう一回やるんで、もう一回お話し説明してもらっていいですか。はい、すみません。ダンベルを真横に下ろしていく。